大気圏突入。サイドセブンから出発したホワイトベースはシャアの追跡を受けながらも連邦軍の宇宙基地であるルナ2に到着する。己の身を守るためやむを得ず戦っていたアムロたちはルナ2に着いたことで役目から解放されると考えていた。しかしルナ2司令官は冷酷にもホワイトベース単独で地球に降下しジャブローへ向かうよう命令を下す。正規の乗組員は補充されず、サイドセブンからの避難民も艦内に留まったままホワイトベースは出航。大気圏突入の準備に入った。一方ホワイトベースがルナ2に停泊している間にジオン軍のシャアは補給を受けていた。補給が間に合ったのは幸いだ。20分後には大気圏に突入する。シャアはホワイトベースへの攻撃を立案していた。それは多くの危険を伴う大気圏突入時に攻撃を仕掛けるという前代未聞の作戦であった。大気圏突入のために全神経を集中している今こそザクで攻撃するチャンスだ。第一目標木馬、第二目標敵のモビルスーツ、諸君らに期待する。足を止めろ。できるな。話が違いますよ。まだだ。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差でないこと。
教えてやる。殴ったね。油断した。コントロールが。できるわ。けど無理はしないで。連邦のモビルスーツは化け物か。だった速度がこんなに速いとは。少佐、さあ少佐、助けてください。減速できません。さあ少佐、助けてください。クラン、ザクには大気圏を突破する性能はない。気の毒だ。しかしクラウン、無駄死にではないぞ。あった、大気圏突破の方法が。間に合うのか。冷却シフト、耐熱フィールド、前回の接続。モビルスーツの位置変わらんな。燃え尽きもしない。あのモビルスーツ、単独で大気圏を突破できる能力を持っているというのか。地球に降下する際、急激な加速のため高熱が生じる。そのため大気圏を突破する性能のない機体は、降下中に大気圏突破性能を有するホワイトベースは無事に地球に降下できたが、ガンダムは。電波障害か。ガンダムはどうした？無事なのか？映像回復します。うわ、ガンダムが無事です。アムロが。ガンダム持ってくれたか。無線回復、着艦します。